黒と影黒と影ブラックリザード黒と影ブラックリザードマイナスは NHKBS プレミアムで特集ドラマとして2019年12月29日の21時から22時59分に放送されたテレビドラマ。江戸川乱歩の生誕125周年に乱歩の傑作推理小説黒と影を近未来を舞台に大胆に本案して映像化する。 主演の黒トカゲ役を、両、明智小五郎役を、長山彩人が演じた。NHKBS4K にて2020年2月8日の19時から21時に放送された。サイバーセキュリティなどをすり抜けてしまう、ハイテク犯罪が横行する、近未来。探偵、明智小五郎は大富豪の岩瀬昌兵からの依頼で、昌兵の娘であるサナエを警護することになった。 小兵衛の娘を狙っているのは宝石を盗み出し、偽物とすり替える能力に長けた、怪盗、黒トカゲ。そこに、明智の目の前に現れ、サナエをかくまうと申し出た、ホテルオーナーの緑川夫人こそ黒トカゲであると、明智は見抜き、黒トカゲからサナエを守ることに成功する。しかし、黒トカゲが仕掛けた巧妙な仕掛けに手間取り、寸前に置いて取り逃がしてしまう。やがて、 サナを誘拐されながらも、アケチは、クロトカゲが潜む潜水艦に単身忍び込む。そこで、アケチはクロトカゲに秘められた、悲しい過去と驚愕の正体を知ることになる。その後、干渉者の存在しない、美術館において退治するクロトカゲとアケチ。恋に落ちてしまいながらも、自らの誇りをかけて退治する二人の対決の行方や、いかに。ありがとうございます。